ブルーミンデイズ。日々これ良き日。皆さんこんにちは。時刻は午後3時を回りました。 85.4MHz 東京854ブルーミングデイズ日々これ良き日。この時間のお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子です。週末は20度に近い気温となりまして、昼間半袖で歩いている人を見かけたんですけれども、さすがにそれは季節の先取りすぎだろうっていうふうに思ったんですけれどもね。皆さんは陽気も良かったですし、お出かけなどはしたんでしょうか。週間予報を見ますと、今週は比較的暖かい日が続くようですが、金曜日あたりには一旦また寒くなるような予報も出ておりますので、引き続き着るものなどで調整するなどを気をつけた方が良さそうですね。さて先日の話なんですが、娘がスキーとスノーボードをしに石川県の方へお友達と出かけてまして、出かける前はその旅行について詳しいことをあんまり聞かなかったんで、帰宅してからいろいろ話を聞いてみたんです。するとですね、金沢に住んでいるお友達が今回一緒だったということで、スキー場以外の移動の時はいろいろとアテンドしてくれて、かなり楽しかったという話でした。そんな中、何度も話に出てきたのが牡蠣です。これオイスターですね。金沢に住んでいるお友達がおすすめのお店に連れて行ってくれて、蒸したり焼いたり生で食べたりといろんな食べ方をしたそうなんですけれども、その中でも特に炭火で殻ごと焼いた牡蠣が今まで食べた牡蠣の中で一番おいしかったとかなり熱く語ってました。これまで娘が牡蠣好きっていう話をしたことがなかったんで、よっぽどおいしかったんだろうなと思いましたね。でこれ調べてみますと、北陸地方で今が旬の牡蠣は真牡蠣で、能登の里山から流れ出す栄養豊富な河川の水が流れ込むという七尾湾では、明治時代から牡蠣の養殖が始まっていて、日本海側では一番の、産地ということのようですね。能登産の養殖の牡蠣の特徴は、他の産地の牡蠣が2年かけて養殖されるのに対して、先ほど話にも出たように、この栄養が豊富な水が流れ込む関係でですね、1年で出荷できる大きさに成長し、2年もの3年ものに比べて小ぶりではあるんですが、肉厚で甘みが強いということのようです。全国シェアではこの能登産の牡蠣はわずか 1% しかないということのようですけれども、能登牡蠣というブランドの名前、少しずつ知られるようになってきているということのようでした。殻付きのまま炭火で焼いた牡蠣には何もつけずに食べた方が旨味がダイレクトに味わえて美味しかったっていうのと、さらに牡蠣の中に残った汁もかなり美味しかったと何度も言っていましたので、きっとお酒も進んだんだろうと思います。羨ましい限りです。しばらく金沢には行けていないので、いずれ娘に連れて行ってもらおうかななんていうふうに思っています。さて昨日3月13日はペヤングソース焼きそばの日だったそうです。今から47年前の1975年3月13日に発売されたことに由来して、製造販売元のマルカ食品株式会社が制定したそうです。ペヤングソース焼きそばというと、日清焼きそば UFO やマルちゃん焼きそば弁当とともにカップ焼きそばのロングセラー商品ではありますけれども、うちはですね、母が管理栄養士ということもあってかですね、子供の頃口にしていいものは栄養価とか体にいいものとかいろいろとこだわりがあったらしくて、カップ麺とかインスタントラーメンのようなものはめったに口にすることはなかったんで、カップ焼きそばを初めて口にしたのは高校生になってからでした。今日のブルーミングデイズ日々これ良き日は、そんな焼きそばをテーマにお送りいたします。Brought to you by Neo Japan Style. 85.4 Tokyo 854.
the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Ooh, driving down the Cabo in the sunburnt Eldorado. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. About tomorrow, don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Ooh, driving down a Cabo in the sunburnt Eldorado. Don't worry, that's the motto, so we keep moving. And make it happy. Tokyo 854, Kurumera. Blooming Days. 日々これ良き日. Food in Bloom.今日のブルーミングデイズ日々これ良き日は、昨日3月13日がペヤングソース焼きそばの日ということで、焼きそばをテーマにお送りいたします。焼きそばというとお家で作って食べるだけでなく、お祭りの屋台や学園祭などイベントの模擬店、売店、スナックコーナーなど様々な場所で気軽に食べることのできる私たち日本人にとってはとっても身近な料理ですね。我が家では近所のスーパーで安かったということで、蒸した麺とソースパウダーが3食入ったよくある焼きそばのセットを家族が大量に買い込んできまして、ここ1、2週間の間はかなりの頻度で焼きそばを食べることになってしまったんですね。まあ、我が家の焼きそばはと言いますと、基本的にお野菜がもりもり入った感じなんですが、まあ、具材を変えたり少し調味料を変えたりしますと、まあ、ちょっとしたお酒のおつまみにもなるっていう風な感じでですね、まあ、いろいろとバリエーションを変えながら美味しくいただいたという感じです。この身近な料理である焼きそばのルーツ、皆さんご存知の通り中華料理のチャオメンとされています。これチャオメンは炒める麺と書くんですね。チャオメンは日本だけでなくアジアを中心に各地へ広まっている料理で、その土地特有のアレンジが施されまして、地域の個性が感じられるバラエティ豊かな料理へと変化しました。例えば、タイのパッタイと呼ばれる焼きそばは、麺が小麦ではなくお米を使った麺で、ナンプラーや砂糖、レモンなどで味付けされた甘酸っぱさとしょっぱさが入り混じったような味わいのものです。私はこの味すごく好きでですね、タイ料理を食べるときはよく頼みます。またシンガポールのホッケンミーは黄色い麺と書きましてファン麺と呼ばれる中太の卵麺を使用しまして、エビやイカ、いり卵、もやしなどを加えて炒め、食べる際には柑橘類の一種であるコブミカンを絞ったり、辛味調味料のサンバルや唐辛子ペーストを加えたりします。このように
地域によって味も具材も異なるチャオミャンですが、日本では代表的な調味料である醤油は使わず、ソースで味付けをして食べることが一般的ですね。この焼きそばがいつ頃日本に入ってきたのかは定かではないんですが、大正時代である1923年頃にはすでに日本に焼きそばが入ってきていたようです。ただこの頃はまだ中華料理店でしか提供されておらず、具材が豊富なあんかけの焼きそばや米粉で作られたものなど、その種類は様々でしたが、どれもソースで味付けされているものではなかったんですね。ソース味になったのは昭和に入ってからだそうで、日本の洋食文化について綴られた日本洋食物語大全によると、ソース焼きそばを浅草焼きそばと呼ぶ人もいると書かれていまして、昭和10年頃の浅草のお好み焼き屋さんではソース焼きそばが名物とされていたことが記されています。また大正から昭和初期に流行したどんどん焼きの屋台でも焼きそばは販売されていたそうで、このことから日本のソース焼きそばのルーツはお好み焼き屋さんにあるのではないかと言われています。中華麺を豚肉などの肉やキャベツ、人参、玉ねぎ、もやしなどの野菜類といった具とともに炒めたソース焼きそばが一般的ですが、スタジオのある東久留米のお隣、東村山のマスモアンというお店には日本そばで作る焼きそば、東村山黒焼きそばというものがあるんですね。これは秘伝のイカスミと幻のうまみ酒と言われる鹿児島特産の黒いお酒と書きまして黒木、さらに様々な香辛料をブレンドした香り高いソースを使った焼きそばのことで、入り口付近にはポスターも出ているそうですが、通常のお品書きには載っていないようです。写真を見るとですね、真っ黒ですね。黒いソースで炒めた日本そばの上に刻み海苔がたっぷりとかかっています。食べた方の感想を見ますと、具は多く桜エビ、イカ、玉ねぎ、人参、ピーマン、ネギ、天かすが入っていて食感はサクサクと書かれています。そういえば日本そばプラス焼きそばで検索してみると、かなりの数のレシピを見つけることができます。どれも美味しいと書かれているんですけれども、私は一度も試したことがないんですよね。本当に美味しいんでしょうか。Se puede ver que tú quieres más, echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, me tiro. Envidian por su estilo. Todo estaba tranquilo, pero llegaste sola al partido. Y baby, no me voy de aquí sin ti. Todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, cómo llegaste aquí. Cantando que la ni, baby, dámela a mí. Por la T-Dress, joven, por la T-Dress. Hop in the phantom, was the E-Dress. Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, bebé. Me gusta cómo hablas, tiene un lindo bass en brasilera. Venir a verla, una atrevida, pero sincera. Que no te ponga a hablar porque ella no se deja. No se plaquea, no se enreda y... Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, yo te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se nota que no está bochorno. Se puede ver que tú quieres más. Echa pa' acá, yo quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se puede... Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Tiro, 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 tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. Cheer up the city and make it happy. Tokyo 854.
ブルーミンデイズ、日々これ良き日。フードインブルーム。今日のブルーミングデイズ日々これ良き日は、昨日3月13日がペヤングソース焼きそばの日ということで、焼きそばをテーマにお送りしています。このペヤングソース焼きそば、発売されたのは今から47年前の1975年、昭和50年3月、カップ焼きそばとして初めて四角形のパッケージで発売開始されました。当時主流だった円形パッケージを使用した他社の真似はしたくないという差別化と、屋台の焼きそばで使用されていた容器からの発想によるものだったそうです。当時は容器、蓋ともにプラスチック製で、端にある爪を上げて湯切り口を作る方式の上乗せ式の蓋でした。それが原因だったんでしょう。湯切りをする際に中の面まで流しにばらまいてしまう悲劇が後を絶ちませんでしたね。味付けは発売開始以降一切変えておらず、ウスターソースは液体状で、他社と違いあっさりしたまろやかソースを使用しています。このペヤングというブランド名ですが、当時カップ麺は袋麺と比べて高価だったことから、カップ麺を高いと感じた若いカップルには2人で1つのものを仲良く食べてほしいという願いから、ペアとヤングを抱き合わせで作られた言葉のようです。当初はペアでヤングなソース焼きそばという名前だったようですが、当時四角い顔というキャラクター付けをしていた桂小松さん、現在の9代目桂文楽さんですね、こちらの方を CM に起用しまして、テレビ朝日の人気番組であった末広演芸会の大喜利である末広珍芸シリーズにて毎回放送されることになったんですが、桂さんのせっかちな口調では、ペアでヤングなソース焼きそばというセリフは間が空いてどことなく締まりがなく感じられたということで、丸橋義和社長は商品名をペアヤングソース焼きそばへと変更したのですが、それでもしっくり来なかったのか、さらに略してペヤングへと変更したと言われています。聞くところによりますと、若い人の中にはこのペヤングというブランド名、ペ・ヨンジュンさん、俳優さんいますけれども、このペ・ヨンジュンさんのようなペ・ヤングという韓国のメーカーだと思っていた人もいたとか、ちょっとこれは驚きました。このペヤングソース焼きそばですが、1990年代半ばまでは東日本地域、具体的には関東甲信越東北までの範囲を中心に販売されていたんですが、2008年、平成20年、大阪府大阪市城東区に関連会社の丸化商事大阪営業所を開設して以降、西日本地区での販路拡大を図っておりまして、現在では近畿圏のテレビ局でもペヤング CM が放送されています。また、北海道エリアでは、昭和の時代には一般の小売店でも販売していましたが、販売不振を理由にドン・キホーテやジャパンミートなどといった大手小売店の限定販売となりまして、スーパーやコンビニでは手に入れることができなかったんですね。そして2015年秋頃に一部コンビニエンスストアにておよそ40年ぶりに通常販売が復活し、現在では普通に購入できるようになったそうです。私が住んでいた福島県の郡山ではこのテレビの CM もやってましたし、オープニングで話をしました通り、私は食べたことがなかったんですけれども、人気のあるカップ焼きそばだったということは知っていました。でもこの人気であった焼きそばですけども、日本全国どこでも食べられていたというわけではないんでしょうかね。これ調べてみますと、北海道は焼きそば弁当、青森、岩手、秋田が焼きそばバゴーン、宮城から南の東北と関東甲信越がペヤング、そして西日本は UFO というのが大まかなカップ焼きそばの勢力図になっていまして、地域によって
食べられているカップ焼きそばというのはいろいろと違うもんなんですね。徳島というと金ちゃんヌードルが有名ですけれども、あのあたりは金ちゃん焼きそばというものの人気どうなんでしょうか。Walk on by, never even said hi. No, no, then we would never know just how hard it feels to open up hearts, to have to let go. Why we can't turn back now, 'cause we've come too far to not leave the broken hearts. I guessSomething inside my soul just couldn't stand to let you walk away so easily. No, no. And maybe in time we can figure out just what these moments are all about. All we guaranteed is a little change. Oh, I don't want my heart to feel this way again, and I just need a little more time to make sure what we're doing is right. I just need a little more time to make sure that we're doing this right. Oh yeah, oh yeah. I figure that I'd stop by one more time and let you know what's really on my mind. Oh yeah, we both got a lot to say, but the words escape. It never seems to be an easy way. No, no. I hope and pray we at least get just to one more dance. We decide to give this love a chance. We got enough to try. We just need a little more time. Make sure we get it right. Oh yeah. And maybe in time we can figure out just what these moments are all about. All we guaranteed is a little change. Oh, I don't want my heart to feelThis way again, and I just need a little more time, to make sure what we're doing is right. Oh, I just need a little more time, Lord, to make sure that we're doing this right. Oh, I just need a little more time to make sureMHz 東京854ブルーミングデイズ日々これよき日、毎週月曜日午後3時からの1時間、知らなくても困らないけど知っているとちょっと嬉しい話題をお届けしています。素敵な音楽とともに皆様をお待ちしております。ブルーミングデイズ日々これよき日、フードインブルーム。今日のブルーミングデイズ日々これ良き日は、
昨日3月13日がペヤングソース焼きそばの日ということで、焼きそばをテーマにお送りしています。もともとは中国で生まれた焼きそばですが、その土地特有のアレンジが施されまして、地域の個性が感じられるバラエティ豊かな料理へと変化したという話をしましたけれども、日本でも各地にはご当地焼きそばと呼ばれる各地域独自の焼きそばがあります。先日アマゾンプライムで絶飯ロードという番組を見ていた時に、栃木県栃木市にはジャガイモ入りの焼きそばというものがあるのを知りまして、しかもそれが名物になっていると聞いてちょっと驚いたんですけれども、あんまり焼きそばにはジャガイモって入れないと思うんですよね。調べてみますと、栃木市に限らず北関東は粉物料理の多い地域だそうで、栃木県の場合佐野ラーメンの知名度が高い一方で、複数のご当地焼きそばが存在するらしく、特に県北のスープ入り焼きそばと県南のジャガイモ入り焼きそば、ポテト入り焼きそばが2大名物となっているそうです。私も栃木におばがいますので、全くの見知らぬ土地というわけではないんですけれども、スープ入り焼きそば、ジャガイモ入り焼きそばというのは初耳でした。スープ入り焼きそばの方の写真を見てみたんですが、見た感じザ・ラーメンという感じで、レンゲもついてますから、スープも飲むことが前提になってるんだなってことがちょっとわかります。ウィキペディアによりますと、ウスター系のソースで炒めた焼きそばの麺にキャベツなどの野菜を煮込み、鶏ガラや醤油などで味付けしたスープをかけた麺料理。見た目はラーメンに類似するが、内容は焼きそばであり、その味付けは焼きそばの風味がするものとなっているとあります。塩原温泉郷のご当地グルメとして複数の店舗で提供されているそうで、塩釜温泉付近の釜彦食堂と古町温泉付近の小林食堂の2店舗がそれぞれ元祖を主張しているんだそうですが、両店舗で具や麺や味付けに多少の差異があるということで、異なる由来を主張しているとのことです。扱う店舗数こそ多くはないようですが、その珍しさや斬新さを評価されて、旅行ガイドブックやテレビ番組で塩原温泉郷の名物料理やご当地グルメとして紹介されることもあって、土産物として商品化もされているそうです。これちょっと食べてみたいんですよね。この辺りでは食べられないんでしょうか。内容では焼きそばという説明がありますが、どう見てもラーメンにしか見えないんですけれども、それからジャガイモ入り焼きそばの方ですが、こちらの方の起源については諸説ありまして、太平洋戦争後に小麦粉の輸入が増えて焼きそばが普及し、以前からこの辺りでよく食べられていたジャガイモが具として入れられるようになったとする説が有力なようです。栃木市ではジャガイモを焼きそばに入れるのが当たり前だそうで、栃木市出身者は他者から指摘されるまでジャガイモを入れるのが珍しいということに気づかないとも言われているとのことです。また栃木市では学校帰りの児童生徒が駄菓子屋に集まって焼きそばやもんじゃ焼きを食べる文化が未だ健在で、学校の近くにある店舗は御用達と呼ばれている店もあるそうです。豚肉、キャベツ、もやし、しめじを炒めて、ここにほぐした中華麺と蒸したじゃがいもを入れて、さらに炒めて、ソースと胡椒で味を整えるだけのようですので、ちょっとこれは近いうちに試してみたいですね。栃木市と言いますと、岩下の新生姜ミュージアムもありますし、興味を持たれた方は行き帰りにでもぜひ寄って味わってみてください。I've seen you looking for an answer lately, so tell me something tonight. You remind me of the limelight lady, I gotta get by your side. Wanna talk, wanna know what's keeping you inside of your head. And we both been playing with smoke, but the fire's gonna get me instead.
ブルーミングデイズ、日々これ良き日。Food in Bloom。今日のブルーミングデイズ日々これ良き日は、昨日3月13日がペヤングソース焼きそばの日ということで、焼きそばをテーマにお送りしています。先ほどは栃木県の2大名物焼きそば、スープ入り焼きそばとじゃがいも入り焼きそばのお話をしましたけれども、新潟県の下越中越地方にはイタリアンと呼ばれるトマトソース味の焼きそばがあるそうです。新潟県民、とりわけ下越中越地方在住者の間では長年にわたって浸透している B 級グルメだそうで、県外に出て初めて新潟だけの食べ物であると気づく者もいるということのようですね。このイタリアンですが、一言で言うとソース焼きそばのミートソースがけ、もしくはスパゲティ風焼きそばということになるんでしょうか。麺はパスタとは違って太い中華麺を使っていて、それをソース焼きそばのように炒めてミートソースをかけたものらしいですね。これも写真見てみますと、もやし入りのソース焼きそばにひき肉、コーン、人参などが入ったミートソースがかかっていまして、まあ、見た感じはそんなに食欲をそそられるようなビジュアルはしていないのかなというふうに思ってしまいますけれども、どうなんでしょう。味の方はと言いますと、塩気は比較的控えめで、トマトの甘みや酸味が全面に出た味わいとなっていて、トマトソースやミートソースの他にもカレーソース、ホワイトソース、エビチリ、麻婆豆腐などを上掛けしたバージョンもあるそうで、さらにハンバーグ、オムレツ、チーズや鶏の唐揚げ、それから餃子などをトッピングしたものなど、まあ、種類も多いようです。このイタリアンですが、1959年に新潟市の甘味喫茶店三日月のオーナーで経営者であった三日月春蔵氏が、箱根での経営者セミナー受講のために上京した際、東京都中央区京橋の甘味処中橋で大阪風の焼きそばをアレンジしたソース焼きそばに遭遇しまして、これにヒントを得てイタリアンスパゲッティのイメージを取り入れ、フォークを用いて食べるスタイルのイタリアンを考案したとされています。このイタリアンは現在はチェーン店となっている三日月とフレンドで食べることができるんですけれども、この類似品といいますか、似たようなトマトソース味の焼きそばは新潟県ではあちこちで食べることができるらしく、イタリアンの影響を受けて焼きそばにミートソースをかけたナポリや、同じくカレーをかけたカリーナと呼ばれる焼きそばメニューもあるようです。ちなみに新潟県民にイタリアンを食べようというと、イタリア料理ではなく B 級グルメのイタリアンのことを指してしまいますので、ご注意くださいとのことです。In the smoky light and in the rainWorking through the night and through the haze, you lay it down each day with heavy eyes, just to wake again, just as tired.Thank you.
see your heart beneath the dirt. You put your weary hands into the work. A needle and a thread to mend the seams. A heartbeat and a breath to plant the seed. The city and make it happy. Tokyo 854. Blooming days. 日々これ良き日。ブルーミングデイズ日々これ良き日は3月13日がペヤングソース焼きそばの日ということで焼きそばをテーマにお送りいたしました。日本に伝わってきた中華料理のチャオメンも今では誰もが知っているソース味の焼きそばという料理になり、さらに味の種類も増え、他にもカップ焼きそばですとかご当地焼きそばとか、とにかく種類がたくさんある食べ物になってて、まだ食べたことがない焼きそばが全国に相当数あるっていうことが分かりました。あの香ばしいソースの香りを嗅ぐとついつい食べたくなる焼きそばは、お祭りの屋台などでも定番ですけれども、子供たちが小さかった時もですね、お祭りへ出かけると必ず買って買ってと言われますので、毎回買って食べていたように思いますね。同じようにあの焼きそばお家でも作ってみようと思って作ったことあるんですが、同じような美味しさにならないのはですね、材料の違い以外にも、お祭りとかイベントとか外で焼きそばを買って食べるっていう行為とかですね、その場所の雰囲気、そういったものが丸ごと美味しさになっていて、なのでお家で同じように作ってもかなわないんだなというふうに思います。それから今日ご紹介した生麺の焼きそば、いろいろなアレンジがありまして、日本人の焼きそば愛というのがとっても伝わってくる感じがしましたけれども、カップ焼きそばも私が好きなタイ料理のパッタイ風になるようにアレンジして作ったりできないかななんていうふうにちょっと思ってまして、いろいろ試してみようかと思います。さて本日の放送内容やお送りした曲のプレイリスト、放送後期など
番組特設サイトに音楽と音声合わせてアップいたします。もう一度聞いてみたい方もお聞き逃しの方も皆さんの聞きたい時間帯にぜひお楽しみください。それからもう一つの番組のご紹介です。明日3月15日の火曜日夜の10時からは 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジにて、こちらのブルーミングデイズ日々これ良き日のスピンオフ番組ブルーミングデイズプラスをお届けいたします。明日は3月12日が半ドンの日ということで、半ドンをテーマにお送りいたします。こちらの番組もポッドキャストでお聞きいただけますので、番組特設サイトをぜひご覧ください。続いてこの後の番組のご紹介です。午後4時からはスーパーミュージックワイド、毎週月曜日は名曲サボジェロニモからジャンル年代を超えたえりすぐりの曲をお送りいたします。なおプレイリストはアメブロのパーソナリティブログに掲載いたしますのでご覧ください。続いて午後5時からはおかえり854、パーソナリティは原ちゃんとヒロリンでお送りいたします。それでは今週もマスクや手洗い消毒など感染症対策をしっかり行い、体調管理をしてまいりましょう。今日ここまでのお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子でした。東京854の皆さんとはまた来週、そしてココラジの皆さんとは明日夜10時にお耳にかかれますことを楽しみにしております。今日はこの辺で。ブルーミングデイズ日々これ良き日。